ジュインガシンニワッチ。さあ始まりました、私ニワトリの中身によるウィッチーズハートのお時間です。前回の終わりにね、一回まあ違うゲームをねちょっと挟もうかなって言ったんですけどね、まあ、短めの良さそうなのがちょっと見つからなかったんで、もうこのままねウィッチーズハートをやっていきたいと思います。それではね続きから、はい、今回からとうとうね、もう毎回のように死んでたシリウス君ルートにね入るんですけども、まあ今からちょっとね悪魔の願いを叶えましょう。あ、これはナマズ。おお、こいつも世界系か。お、なんか水中ですね。うん、お、早速あれが使えるところがある。そうなんですね、前回クリア報酬としてマジカルステッキをもらったんでね、このなんか変なブロックが消せるようになったんですね。シャランダ、あ、シャランダ、シャランダ、ほうほう、あ、この貝殻的なのは開くんですね。人魚の鱗、まあこれもなんだろう、普通にプレゼント的なあれですね。まあ、鱗だからそんなに好感度は上がらない気もしますけどね。お、人手っぽいもの。ここは海の底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 よりちょっとだけ上。でも底なの、底じゃなかったら地面なくないかっていう話なんですけど。またこいつがいるね。燃えろ、燃えろ。いや、あれ水中でも燃えるの？ライターね。はい。お。ヒュー、燃えた。焼きお魚さんいっぱい食べるぞ。焼きお魚さんって言い方新しいですね。はい、まあ、あれ水中でも燃えるんですね。やっぱ魔法のアイテムなのかな。はいはい、何これ、草、草生える。なんかテラスが、ま、またこいつがいる。オフ、腹減っただ。魚が食いたいだ。自分食ってろよ。おっと、なんだこれ。ん？え、ライムちゃんじゃないのこれ。あ、待ってくれやちゃん。そいつ、やばいわ。え？え？え、ライムちゃんちゃうんこれ。おお、何？わあ。どうやらご機嫌斜めみたいね。一旦離れましょう。ほう、え、新キャラ。ふう、助かりましたジゼルさん。でもどうして彼女がヤバいって。そうね、クレアちゃんには一応教えておこうかしら。実は悪魔には2種類いるの。男と女、生まれつきの悪魔の純系と、元は人間だったヘイターよ。はあ、じゃあシャルロットさんとライムちゃんはヘイター、ジゼルさんはどっちなんですかね。純系、ヘイター、元は人間。そう、悪魔の中には元は人間だった子もいるの。ジゼルさんも元は人間だったんですか。クスクス、そうね、どっちだと思う。わあ、どっちだろう。これヘイターって言っても怒らないかな。あー、どっちだ。まあいいや、ヘイターかな。クスクス、こんな見た目だから親近感でも湧いたのかしら。でも残念、私は純系よ。はい、ヘイターと一緒にしないでほしいわね。ま、私が聞いたんだけど、純系ってプライド高いから相手によっては本気で殺されるわよ。いえ、怖い。はわわ。でね、ここからが本題なんだけど、人に強い憎悪を持って死んだ人間はヘイターになりやすいの。ほうほう、強い憎悪。じゃあ現代社会結構魔女生まれてそうですね。そしてその憎悪が強ければ強いほど
その見た目は人の形に近くなるわ。そうなんだ。つまりさっきの悪魔はヘイターでかなり人を恨んでるってことですか？そうよ。クレアちゃんにしては冴えてるじゃない。あと彼女を危険だと感じたのにはもう一つ理由があるわ。あの子かなりボロボロだったの覚えてる？ええ、痛々しかったですね。ヘイターはね、感情が高ぶると死ぬ直前の姿になるのよ。じゃああれって人魚のヘイターなの？何なの？だからさっきの彼女はかなり危なかったの。クレアちゃんくらいなら、クレアちゃんくらいなら多分軽くひねり殺せるわ。この肉体派クレアちゃんを？やっぱ悪魔ってすごいんやな。ひー、助けてくださってありがとうございます。別に、ここで死んだら面白くないし。ほう。なんかパッと見ね、なんか、あれ叶えたことになるの？なんかパッと見ライムちゃんがコスプレしてんのかと思ったんですけどね。ちら。今は近寄らない方がいいだろう。まさかここに来て新キャラが、ここにもなんかあいついるし。崩しんじゅ。釣り手伝ってくれる？ちょっとしばらく釣りするんで飛ばします。はい、こんなもんかな。まあ特別なジャガイモがね1個釣れたぐらいで、あとは、まあ、深海魚とかクズ真珠ベイビーでしたね。ラララララララ、あれ、こいつは捕まえられないの？あれ、なんでだろう。まあ釣りはこの辺にしときましょうか。なんであの子供は捕まえられないんだ。まあラララはなんか1回捕まえた気もするけどね。このやっぱさ、上にあるもの取れないじゃないですか。これもやっぱクリアするとなんか飛べるようなアイテムが出るんですかね。まあ、そんな感じかな。まあ、今魚持ってないし、あのナマズの願いは叶えられない。クズ神社帰ろ。はい、そんな感じでしたね。はい、そういえばこの、まあ、花を登ったところのね、世界にも一箇所ぐらいなんか進めないところがあったんですよね。ここですね。とうとうここも行けるようになりますね。やったぜ。どれどれ、謎の化石、これ何？おお、橋ができた。ほうほう。でこの橋に何の意味があるのか。何ここ？グヘヘ、ふわふわのホットケーキ。やっぱ悪魔界でもスイーツが人気なんですね。この柔らかさ嫉妬しちゃう。ほう、そんだけ。女性の服が入っている。インベクティブについて。この屋敷に住まう悪魔、美しさを妬まれ濃硫酸で顔を醜く焼かれたヘイター。あ、インベクティブさんはね、あの一番最初のルートで、まあ、あのクレアさんの口を乗っ取った人ですね。あれ、ヘイターだったんですね。過去にこの屋敷を所有していた。おえー、本名はマリア・ラムジー。じゃあドロシー様より先にここに住んでた人なんですね。そりゃそりゃ、バラ。あら、こんばんは人間さん。いつしかはお世話になったわね。なんかしたっけ？ここはまだ準備中なの。またいらっしゃい。なんでしょう、化け物シャロンは何だったっけ。あー、またこれ系か。あ、そうね、これ落ちるんだったね。あー落ちるんでしたね。慎重な操作が求められるんでしたね。ここは、あー、無理。なんだあれ。うおー、なんかね、うさぎ
森の妖精ピッピーくん、魅惑のムキムキマッスルボディ、クレアさんかな。よう俺、森の妖精ピッピーくん、会いに来てくれてありがとう、ありがとう、ありがとう、そしてありがとう、熱心な俺のファンよ。それじゃあまたどこかで会おう、バイバイ。レインボークリスタル、じゃあ帰りましょう。まああの端っこにあった宝箱は何なんですかね。そんなもんかな。今のところここはそんなもんですね。あ、なんか黄色い画面が黄色いぞ、なんでだろう。あ、こう戻るんですねこれ。さっきの橋はマジカルステッキがクレアさんしか装備できないから、まあ、他の人でここに来たい人はあの橋を渡ってこいっていうことですね。ここはまあ変わってないかな。はいはい、このね、この世界もうなんかマジカルステッキで行けるところがねちょうどここにもありますんでね。えー、え、これ左？あー、おお、ん？ほうほう、なんだろうここ。ん？うん。お、クッキーくん。おほほほほ、贅沢な食事ね。はあ、お、プレゼント。アメジストの塊。まあ、よくお土産屋さんとかに売ってるあの紫のね水晶の塊ですかね。ダル、ダルル、マジカルタルルートくんかな。ちょっとそこのお前、この木を見てほしい、ダル。ほう、 あ、星が欲しいってか。地味だろ、非常に地味だる。おいお前どうにかしろ、ダル。とにかく飾りをいっぱい持ってくる、ダルルルルルル。ツリーを派手にする、ダル。え、オイラも探せって。見ての通りオイラは雪だるまだから動けない、ダル。ってことでここで待ってる、ダル。早く持ってくる、ダル。うん、なんかあったっけ。あ、そういえば持ってましたね、クッキーマンのオーナメント。はい、これはいいオーナメント、ダル。オイラ感激、お前やるだるね。早速飾っておく、ダル。あ、あんな感じか。じゃあもう結構ある、飾りいっぱいあるんですかね。そんなに飾れるようなものはないけどね。胎児とか飾っちゃう。まあオーナメント系なんでしょうけどね。おう、何こいつ。そんなもんか。ここは誰の部屋なんだろうね。はい、でなんかちょうど横にも見えるんでちょっとあそこまで飛びまーす。はい、来ました。まあ多分月の雫系のあれじゃないかな、これは。魔法のシロップ、うん、これは違うのかな。あ、行けましたね。これ何。ああ、ここも世界系か。街ですかね。お、入れる。でも何もないね。あ、ここもなんか草を咲かせよう的な。こういちいちこのアイテムを変えるのが若干面倒いですけどね。もう所持してたら使わせてほしいぐらいの。あれ、あ、空っぽか。ちょっと水汲んでこないといけない。そんなもんですね、うん、うん、謎の化石、薪が積んである。
またお前か。てかまたあのウサギいるし、ピッピーくんがいますね。ちょっと難易度が上がったのかなこれは。ああ、チクショウ。これ地味にダメージ食らってるんだね。気づかなかった。おっと、アメジストの塊。あ、無限ハメなんだあれ。つら。めっちゃ HP。あー、しかも落ちた。めっちゃ HP が減ったんですけど、もうすぐ死ぬんじゃないか。だが己を信じて回復。うわー、あ、死んだかも。え、まだセーフ。やばいやばい、さすがにやばい。あ、月の雫1個しかない。やっべー、買っとかないと今度。ちくしょう。よし。あ、耳ない。あ、ついた。よう、俺森の妖精ピッピーくん、会いに来てくれてありがとう。ありがとう、熱心な俺のファンよ。それじゃあまたどこかで会おう。バイバイ。え、ご褒美何もなし。あ、なんかそういえばここになんかあるよ。安いよ安いよ、大特価500ポコペン。ポコペン製の人か。なんだよ、もう体力の損じゃねえかこれ。え、それでクリア。あ、おお、クリスタルを荒稼ぎしてますけどね。筋肉は裏切らないから、どんどんクリアさんはマッチョにしようね。しかし人がいないですね。ビールがあるけど、うん、特に何もない。お、なんかいる。なんだろう。ん？ピアノがありますね。アンティークなピアノだ。バシャ。いや、できればハートが欲しい。世界地図。調べられない。赤い水と月の雫の効能は同じらしいよ。色がちょっとあれなだけでね。え、これ飲める。あ、すげえ、飲める。お、すげえ、最強これ。もう一気に回復したよ。めっちゃありがてえな。これ何？化け物。ヘイヘイ、乗ってるかい？そんだけかい。ん？うん。じゃあ、また。シャランラ。こいつ何？バナナマン。ぽいぽいぽーい。は？これめっちゃ安眠できそうなベッド。でも別に調べられない。え、何？何なの？おー、何？そんなもんか。はい。お、おはようございます。どうもどうも、暇だから遊びに来ちゃいました。はあ、それでなんでよりもよって僕の部屋に来るんだい？ですね、シリウスさんイガイガしてるから早く打ち解けたいなと思いまして。イガイガだ？なんで一緒にいて不愉快な奴らにニコニコしなきゃいけないんだい。やん、いけないんだい。不愉快。そんな寂しいこと言わずにみんなと仲良くしたらいいじゃないですか。その方がきっと楽しいですよ。仲良く？そういうのが不愉快って言ってるんだ。押し付けがましいんだよ。むむむむむ、わかりました。それなら私一緒にいて愉快な人間になりますよ。折れない女クレア。は？任せてください、私そういうの得意なんですよね。絶対不得意。ちょっとなんでそうなるんだい。
愉快な人間、愉快な人間。あ、シリウスさん。何？面白い顔。辛い。は？面白い顔。何のつもりなの、それ。愉快ですか？愉快ですよね。これ私のとっておきなんですよ。ほらほら、私の顔を見て直視して目をそらさないでください。私だってここまで来たらもう引くに引けないんですよ。ほーら。君さ、お近い。何のつもりなのかな。キースキース。ひー、そんなくだらないもの見せてさ、全く面白くないんだけど。ふざけてるの？はい、ふざけました。すいません。なんでそんなことするの？僕を怒らせたいの？いや、笑ってくれるかなって自信があったんですけどね。はあ？意味がわからないよ。気持ち悪い。ひどい。辛辣すぎる。出てけ。もう来るな。う、かわいそう。女を捨ててまで笑いを取りに行ったのに、こんな仕打ちを受けるなんて。さあ、今回こそジゼルさんを攻略する。弾は結構あるぞ。バラ。あら、気が利くじゃない。綺麗ね。ありがとう。ほい、来ました、ジゼルさん人形。クリアの最大 HP を3アップ、必殺ゲージを1アップさせる。まあ、クリアさん特化なんですね。じゃあシャルロッテでいいかな、残念ながら。はい、それではね、おなじみクッキングしていきましょう。まあね、もう成功と普通をしてるんで、今回はもう失敗してみましょう、あえての。はい、超生焼け。これみんな腹壊すんじゃねえの。完成。やばそうなんですけど、これはひどいですね。でももう昼食の時間ですし、これを食卓に出すしかないです。いや、そんなことはないと思うよ。ねえ、生肉出されてもね、食べるのみんな。やべえ、まずい。食べたの？やっぱり。ありえないまずさだよ。何をどうしたらこうなるんだい？ひえー、ごめんなさい。何か体に悪そうなレベルだな、これ。まあ、生肉ですから。あの、料理苦手なら無理しなくても私が作りますよ。違います。違うんです。いつもはもっとうまくいくんですよ。皆さんごめんなさい。次は頑張ります。評価 C、 1000コイン獲得。クスクス、残念ね。次は頑張って。はい、っていうかさ、ノエル君はまだ起きてないのかい？夕方まで寝るらしいですからねっていうのはまあ見たからね。再度クレア、再度シリウス。ベースはこんなものだろう。さて次は誰だい？どうも、アーシェです。くんな、アーシェ。来やがった。あは、失礼しますね。近寄るな。やれやれ君か。まったく面倒なのが来たもんだ。
面倒だなんてそんな。でさ、何の用なんだい。くだらないことだったら許さないからね。ですね、ででん、よろしければ奥の部屋の資料を見せていただきたいなぁなんて。は？なんで？まあ普通に嫌だけど。ですよね。あともう一つ聞きたいことがありまして。まだ続くのかい？で何？ここって魔女ドロシーの屋敷なんですよね。ふふ、一部では有名な話ですよ。ここが怖い魔女の屋敷だって。でも主はあなたなんですよね。これってどういうことなんですか？はあ、何を聞かれるのかと思えばそんなことかい。聞いて損したよ。しかしね、どうしてそんなことを知りたがるんだい。真相がどうであれ君には関係ないし、それを知ったところで何の得もないのにさ。私はね、ただただ知りたいから聞いてるんです、研究家としてね。そこに損得関係はありませんよ。嘘つくんじゃねえよ。あっそ、君の考えがどうであれそれはどうでもいいよ。それより君はドロシー様のことを怖い魔女だと言ったね。君みたいなやつにどんなことを聞かれても何かを話すつもりなんてないから。はあ、そうですか。わかりました。私の話はそれだけです。失礼しました。何だったんだあいつは。ほい。さあ、シリウス版悪魔の願いを叶えてあげようのパートです。しかし今回はここで止まりたいと思いますね。最近ちょっと長くなってたんでね。セーブして、はい、それではそんな感じでバイバーイ。にわっち米返しコーナー、53分もある。さすがに長すぎたと反省したには。 3DS で視聴できなかったのは時間のせいか。そうなん、にわ？カミカミニワトリ。日常生活であんまり喋らないから最近滑舌がやばいには。オーストリアだったかオーストラリアで食べる芋虫ってのはあるらしい、かっこおいしんぼより。昔アニメのライオンキングでうまそうに芋虫食べてたにわね。ハクナマタタには。まさかおっぱ、やったぜおっぱい第3部カン。アーシ君もショートケーキ食べたいのかな、かっこすっとぼけ。純粋な子がいますね。ノエルがミギーの可能性、謎は深まるばかりには。少年シリウス君はハーレムだな。しかしこの熟女戦である。